悪性腫瘍、いわゆるがんは遺伝子の異常によって生じる疾患です。細胞にはもともと発がんに関連する複数の遺伝子があります。環境因子や物理的因子、ウイルス感染などの発がん因子に暴露されて、がん関連遺伝子が突然変異すると、細胞はがん化して無秩序な増殖を始めます。がん細胞は正常に比べて増殖が早いものの、1個のがん細胞が臨床的に診断が可能な10億個、およそ1グラムになるまでには30回ほどの分裂が必要で、およそ9年の年月がかかります。そして1兆個、およそ1キログラムになると死に至ると言われています。主な死因別に死亡率の年次推移を見ると、日本では1981年に悪性腫瘍が脳血管障害を抜いて第1位となり、その後も増加し続けています。ただし、人口について高齢化の影響を除くよう調整した死亡率の推移を見ると、1990年代半ばから減少に転じていることがわかります。部位別に見ると、胃がんは1960年代から減少し続けており、1990年代半ばからはその他のがんも全体的に減少傾向にあります。こうした死亡率の減少は、検査や診断法が進歩して早期発見、早期治療ができるようになったこと、そして様々な治療法が進歩したことによるものと考えられています。この番組では現在解明されている悪性腫瘍の発生の仕組みについて確認し、主な抗悪性腫瘍薬について作用機序と代表的な薬剤、その特徴などを見ていきましょう。